デビルサマナーの諸君、ごきげんよう。私はアイオンのリンゴ。滅びの運命を回避するための観測ミッション、サマナーズガイド第5回。今回もしっかり聞いておいてよね。早速だけど、今回は世界を救うために避けては通れない大事な要素、ソウルマトリクスについて伝えるよ。ソウルハッカーズ2、ソウルマトリクス。人々が暮らす首都の地下深く、アイオンが拠点として使用しているアクシスという領域が広がっている。アクシスを訪れると、アイオンの代理人であるフランマと会話ができる。アクシス内にはソウルマトリクスという領域が存在し、アロン、ミレディ、サイゾーといった仲間に紐付けられたダンジョンが広がっている。ここは仲間たちの精神状態を再現した空間。バーヘイズルーンのパーソナルイベントなどを介し、リンゴが特定の相手とのソウルレベルを上げる。つまり仲間との相互理解を深めれば深めるほど、そのエリアを深くまで探索することができる。ソウルマトリクス内には敵が出現するため、パーティーの強化が可能だ。また深くまで潜ることで、その相手の過去を垣間見ることができるビジョンクエストが発生する。仲間を深く理解し攻略することが、リンゴたちを強くしていく。積極的にソウルマトリクスを攻略しよう。アクシスで受注でき、ソウルマトリクス内で挑戦できるミッションとして、アイオンオーダーがある。設定された特殊な条件下で敵を倒したり、アイテムを回収して納品するなど、その内容は様々。クリアすることで様々な恩恵を受けることができるので、ぜひ挑戦してみよう。張り切っていこう。仲間との絆、ソウルレベルが一定以上になると、ソウルマトリクスでサマナースキルが習得可能になる。ステータスを強化したり、サバとのスタック数を増やすものまで、効果は様々。ソウルレベルが上がったら、積極的にソウルマトリクスを訪れてみよう。またソウルマトリクスをはじめ、ダンジョンでは通常の敵とは異なる非常に危険なリスキーエネミーが出現することがある。戦闘力が桁違いのため、できるだけ戦闘は避けた方がいいだろう。ごめんなさい。また切りつけてもダウンしないため、見かけたら十分に警戒し、やむを得ず戦う際には準備を怠らないようにしよう。リスキーエネミーには要注意。サマナースキルを駆使してソウルマトリクスに挑もう。ソウルマトリクス、世界の滅亡を回避するためには避けては通れない場所だよ。じゃあここで今日のおさらい。実際のソウルマトリクス攻略について流れて見てみよう。ソウルマトリクスにはアイオンの拠点アクシスから入るよ。この半透明の私に話しかけると、アイオンからのオーダーを受けることができる。リストの中からできそうなやつを受注しておこう。後で報酬ももらえるからね。あと私のサマナースキルを習得することもできる。ソウルマトリクスは仲間たちの精神状態を再現した空間。アローやミレディたちとの交流を通してソウルレベルを上げていくと、習得できるスキルが増えていくよ。さーて、いよいよ探検開始だよ。今日は真ん中のアローエリアに行ってみようか。ソウルマトリクスの中は悪魔がうろうろしているよ。魂の髄にまで悪魔を飼ってるなんて、デビルサマナーズは因果な生き物だね。データは欲しいけど。決めるぜ。弱点をガンガン突いていこう。かませアロー。それでいこう。やったぞ。そうそう、弱点が分かってる相手にはワンボタンで弱点攻撃ができるアシスト機能もあるよ。活用していこう。サバトで仕上げだよ。突撃。なんだ、もう終わりかい。おら、よし、オーダークリアだ。これでフォルトゥナが生み出せるようになったのか。ビクトルに会いに行かなきゃね。オーダーも達成したし、無駄な戦いは避けていこう。ん、なんか気配が違う敵が。お覚悟召され。で、あれ、ちょ、強い。トラフリー最高。なあ、ああ、負けちゃった。今見てもらった通り、敵の中にはむちゃくちゃ強いやつもいる。戦うときはしっかり準備してね。ポータルをうまく使うのも手だね。これに触れるだけで行ったことのあるポータルへワープできる。気が利いてるよね。ん、通れないところがあるね。これは私がまだ仲間をうまく理解していない証拠らしい。エリアの要所には強力なボスが待っているよ。こいつを倒すとエリアと紐づいた仲間がサマナースキルを習得できる。それじゃあ張り切って。
度肝を抜こうか。むさぼり尽くせ。どうよ、本気を出せばこんなもんだ。ボスはどうやら仲間の記憶とも関係しているみたいだね。こいつを排除した瞬間、私たちは強いイメージにさらされる。それはかつての思い出とか後悔とか、まあ変えようのない過去の体験。これはビジョンクエスト。過去を振り返り乗り越える。こうして人間は強くなっていくんだね。さて、アローがサマナースキルを覚えられるみたいだね。優先的に欲しいスキルから選んでいこう。ここで選ばなかったスキルも後で習得できるようになるから安心してくれていいよ。と、こんな感じでソウルマトリックスに挑んでみてよ。世界滅亡の回避にきっと役立つはずだよ。どう？実際に見てもらってソウルマトリックスの攻略イメージは湧いたかな？ここで人類のみんなにお知らせだ。さて、今回のサマナーズガイドはここまで。次回も楽しみにしてたよね。それじゃ、またね。ソウルハッカーズ2、2022年8月25日発売。